おはようございます。塚原農園です。今日はサツマイモの畑に来てますえ。今日は日の当たらないようなところにサツマイモのウネを作ってえ苗を植え付けをして栽培をしたらえそういったところはサツマイモがたくさん収穫、まあ、できるのか きちんと日の当たるところで栽培をしたさつまいもと同じように収穫量があるのかということで見ていきたいと思うんですがこちらゴールデンウィーク頃に苗を植え付けをしたものなんですけれどもこちらをご覧くださいちょうど私の目の前にあるところここから目の前は竹藪があるので1年通して陰っているんですね。であええててわざととそういっったた。ここころににををを2本作ってここ苗を植え付けをした ところなんですけれども葉っぱつるの伸び方などは今のところ、えー、陰っている方もこちらの日の当たるところと比べてもツルの長さも葉っぱの大きさそして色なども全く同じなんですでも肝心の芋は日が当たらないところで育てたものは実際に掘ってみないと分かりませんよねでもしたくさん取れれば 皆さんの中で家庭サインとといってもいろんんな場所があると思うんです例えば建物があったりこのような竹藪ぶが近くにある日が全然当たらないようなところだと一般的に野菜というものは光合成がうまくされませんので野菜が育ちにくいというふうに言われてますか日の当たるところで育ててくださいとほとんど書かれてますよね。 えー、そういったところで、まあ、前回は里芋を栽培してみたんですけれども日の当たらない影のところでも里芋はうまく育つということで、まあ、大豊作でした。ではこちらの方さつまいもはどうなっているか、えー、きちんとした大きさまで成長しているのか見ていきたいと思います。ね はい、えー、こちらツマルチ約半年近くぶりに、えー、姿を現しましたこのマルチをまずは剥がしていきたいと思いますよあそういえばこのマルチ私はこの裾土でかぶせてませんところどころ、えー、シート押さえの杭ピンで、えー、刺しておいただけですなのでツールをどかすと簡単に このマルチが剥がせますので、あらかじめピンだけは抜いておきました。簡単にこのマルチが剥がせる様子をご覧いただければと思います。よいしょそれー。する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 。じゃーんはい、このようにマルチの裾を土かぶせておかなかったので、簡単にえ鶴をどかすだけで簡単にマルチ剥がすことができました。 マルチなどの資材も今は高騰してますのでこのようにきれいに剥がすことができれば次の何かしら野菜の作物の裁量もできますよね参考にしてみてはいかがでしょうかはいちょっともう夕方5時回ってしまいましてもうちょっと日が沈みかけているので。 太陽のの光が、えー、もう全体的に当たたらなくなくってきたので、ちょっと光のこう境目というものがなくなってきて見づらいとは思うんですが左が竹藪側日の全く1年通して当たらないところで右側の方は1年通して太陽の出ている時間帯はもうずっと日が当たっている方です、はい、ではこちらの日が一日中当たっている方のさつまいもの畝、ね、マルチュー剥がしたところこちらの方、えー、収穫をしていきたいと思います。 どれどれ,どれ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 あ、もう赤いのがありますねよいしょ今度はすっ転ばないようにきちんと持っていきますよいしょよいしょおーすごいです <laughs> じゃじゃーん見てくださいこんなに大きいサツマイモもう指が全然回りませんで肌がとっても綺麗なサツマイモが収穫できました 重さでいうと、もうこれだけでペットボトル1リットルのジュース、飲料水ぐらいの重さがあります。すごいですね。楽しみです。では続いて掘っていきましょう。よし。もうゴロゴロ今もう上から見えます。よいしょ。よいしょ。お、これもいいですね。ちょうどいい大きさです。まあ細長いものもあったり、長いものもね、えー、細いもの、長いものをちょっとずんぐりむっくりしているものとか、いろんな芋がありますね。 さつまいも掘りは楽しいですねおお、すごいここからここまでですねこっちからこっちですねよしょこっちもうこの辺この辺りでしょうかあこっちもありましたおお、すごい大きいさつまいも長いのもあります、まあ、ここは結構豊作ですね前回の収穫からちょっと2週間ぐらい間を空けたんですけれどもやっぱりどん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 さつまいもは太っているかなと若干なんですけど 前よりは大きくなっているかなと思いましたやっぱり日のきちんと当たるところで育てたさつまいもはやっぱり実りはすごくいいですねでは数を数えていきたいと思います大きなものだけですねはい、1,2,3,4,5,6今回をすごい7本です えー、このぐらいの大きさでしたら大体もうスーパーでも販売されているような大きさでこちらの方はさつまいもの焼き芋にしてもちょうどいいぐらいの大きさのさつまいもです大体これ全部で1キロ、2キロ、3から4キロぐらいですねこれも十分収穫量としては満足できる収穫量でした、はい、それではこちらの一番奥側ですね はいこちらが竹屋部になってます。もうこの辺から手前だいたい二三メートル以上前から日が全く1年通して当たらないです。はいそれではこの日が全く当たらない方で育てたサツマイモ収穫していきたいと思います。ドキドキワクワクですね。皆さんはちなみに収穫量はどうだと思いますか。先ほどの7本あったサツマイモに比べてどうでしょうか。では行きましょう。3、 二。一。はい。よっ。あ。すごいです。え。くっ。え。ちょっと待ってください。全然引っ張れないです。これは。ちょっと待ってください。ぺっぺっぺっぺ。いきますよ。三、二、一。よっ。お、これ。くっ。あ。ビビって。うん。思っ,った。<laughs> またすっこけちゃいました。おおすごいすごいですまずこれ見てください。すごいです今この私がこう掴んでいたところここなんですよね。こんな感じで先ほどのとていうかいつも栽培をしているサツマイモのつる、まあ、この刺したところですよねこれが肥大しているんですけれどもすごい太いですもう親指超えちゃってます。 これは木の根っこみたいですねで。ちょっとちっちゃいさつまいもが今ついていたんですが、下、すごいことになってます。<laughs> これはすごい、期待大ですワ。ワクワクします。とりあえずちっちゃいの、ネズミ芋が1個取れました。いや、これはすごい。あありました、ありました。ありましたね。なんでこんなに太くなったんでしょうか。でも肝心のさつまいもがあんまり取れないって意味ないですもんね。いやよっ。よ おいしょ、お見てください。じゃーん立派なさつまいもがなってました。良かったです。おお、すごい、すごい。こっちにもある。あ、これ、長いです。ええー、こっ、では、日の当たるとこで育てたさつまいもよりもなってるんじゃないですかね。ええー、どうした、どうした。おーおー、これもいいです。 すごい。大きい、大きい、大きい。こっちはどうでしょう。よっ。これはでかい。これ今日、今年一。今日一ではない。今年一かもしれません。よっ。これ引っこ抜ける。よっ。よっ。いや。あ取れた。見てください。これ。じゃーん。ジャンボサイズです。すごい。大きなさつまいもが取れました。 これは今年1ですね。これちょっと片手じゃ重い。これ多分 2, キロ2 5キロぐらいあります。指がもう全然回らないです。で、長さの方は30 35から40センチぐらいの長さですね。すごい。で、これなんといっても肌がとても綺麗なんですよね。やっぱりエイジー努力、線虫補色金入れ,て入れてよかったです。すごい。 これは期待大ですね。まだまだありますよ。よ、これよ。これ背中が痛くなっ。ちゃううわ。すごい形がいいですね。肌もすごい綺麗ですね。で、これがこうでしょう。こんな感じですもんね。で、こっちはあこれもそうですね。い <laughs> や。<laughs> これでかいちょっとわーって感じさいこれ全然重す。大きすぎてつかぬ <laughs> るんとなっちゃいます。 っよい, <laughs> いしょせーのどっこいしょそりゃうわこれは今年一長いさつまいもが取れましたこれはすごいえっ、ー、ここなんでこんなに乗ってるんだろう結構多分長い刺し苗を刺したのかなえっ、ー、4個5個かなとせいぜい思ったんですけどよ <laughs>、えー これもこっちですもんね切れてるからここまでですねこれ最後の1個ラスボスですあ、まだあったこっちもこ <laughs> っちもだいや、いや、これこっちも切れてるのでこっちなんですよねよよいしょよい、や、うわ、すごいうわ、せーのく,くいや、もうここだけ掘るのでもう疲れちゃいますそのぐらいすごいこれ ラスボスボです。す。行きますよいしょ3 2 1やっぱり大きかったですいやもうすごい収穫量はすごいたくさんあったんですけどまあ嬉しいのはやっぱりね大きい方が、えー、嬉しい数も多い方が嬉しいですけどいやなんせびっくりしたのがこのまず鶴の刺したとこの下に伸びている要はフテコーンですよね。 九州鉱の方もすごい太いんですもう一度数数える前、でこれちょっと見てくださいこんな太いんですよやっぱりこういうの稀にやっぱりあるんですけどこの不定鉱がぐーっと刺したところで伸びてでどこどここうさつまいもがこうくっついていたところですよね不定鉱がこう肥大する不定鉱でもごぼうみたいにしかならないようなものなどは、えー、まあ要はこれですよね こんな感じひろひろっとしているものでさらに吸収痕というものがこう白っぽいような白根を吹いているようなものこれが肥料を吸収するんですけれどもやっぱりたくさん実る、まあ、収穫ができるようなさつまいもくっついているものはやっぱりこのようにすごく太くもうまるで木の根っこです。 竹矢部から出てきた根っこかなと最初思っちゃったんですけどさつまいものの根がきちんとしているものから取れるものはすごいなと思いますはい、ということでこちら方ちょっと数を数えていきましょうはい、それでは行きます1つ、2つ、3つ、4つ、5つ、6つ、7つ、8つですであとは細かいものですね いやすごいです。収穫量。はい、日の当たるところと当たらないところでの収穫する、できた本数というものはほぼ同じです。先ほど日の当たる方は7本、日の当たらないところは8本でした。そしてなんといっても1本1本が日の当たらないところで育てたサツマイモの方がなんと、 重さも圧倒的に多いということが分かりましたいや今まで数ある野菜を試験栽培をしてきた中で今までで一番記憶に残るんじゃないのかなと思うほどのまあ、感動のサツマイモが収穫できましたとっても嬉しいです いやーこれだけたくさんのさつまいもが収穫できればいろんな料理ができますで、皆さんさつまいもといえばどんな料理作りますかまあ、保存しておいてまあ、収穫したばかりだから甘さはそんなにないけれどもやっぱり旬をま掘りたて食べたいからすぐに食べる方もいらっしゃるんじゃないでしょうかそこでさつまいも よく一般的に茨城県だとさつまいもが結構栽培されている多く栽培されている農家さんがいるんですけれども私の知っている農家さんさつまいも専門で作っている方はだいたい1月ごろになってからなんですけれども今掘り上げたさつまいもよりも、まあ、時間が経ってだいたい今だと10月下旬、まあ、11月だとしますで12月1月と約2か月から3か月ぐらいかけて収穫した サツマイモをまあ、風通しのいい場所に保存しておきます。日の当たらないところでそこでえ追熟と言うんですけれども時間が経つとどん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 とサツマイモなどはかぼちゃと同じように甘さが増していきます。でその甘くなってきちんと追熟をしたサツマイモ1月頃になったらこれをふかしてこれを干し芋にするんです。干し芋はすごく保存が効きますよね。 茨城ではこのようにたくさん採れたさつまいもは きちんと追熟をさせた1月頃になってから干し芋にする農家が多いです収穫して1ヶ月ぐらいのサツマイモだとそんなにまだ甘さも乗っていないのでどうせ干し芋にするんだったら大体1ヶ月以上かけてきちんと追熟させたさつまいもで干し芋にするとおいしい干し芋ができますもうやる方法もいろいろあるんですけどもまあ、さつまいもの干し芋農家さんは機械などを使うんですけれども これをふかして薄くスライスしてでそれを天日干しすすればいいだけですね例えば梅干しなどをつける時のザルとか網戸などが余ってるお風呂のねなんかよくありますよねサッシなどの網戸あれなどに茨城などではそれを薄くスライスしたものを日の当たるところに天日干しを第体4日ぐらい行ってそれで乾いて粉がふいたものから順番に食べたりとかするようにしています。 でさつまいもを干し芋にするのはももうどの品種でで作ることはできますで干し芋の中には、うん、追熟させた以外にやっぱり品種による甘さっていうものが一番です。 一般的に茨城だとベニハルカで、あとシルクスイート、この辺りの品種が一般的に今ではほぼ主流となっています。まあ、昔では干し芋専用のものもあったんですけども、まあ、ベニハルカという新しい品種が出て、そちらの方が甘さもあるし、収穫量も安定していて、形も加工しやすいという面からベニハルカというものがほぼ シェア率をね今誇っているわけなんですけれども基本的にどのさつまいもでも美味しく欲ししいもととてえ作ることはできますもしベニアズマなどの品種を使ったりして欲しいのとして作る場合は掘り上げたばかりよりはこれをそのまま時間を置いて約2ヶ月間追熟させてからの方が断然栄養価も上がりますし糖度も上がります。 すぐにでもご家庭で簡単に干しいもを作りたいという方はきちんと追熟をさせて12月ちょうど年末頃になったらそれを新聞紙などにくるんでいただいて野菜室などにだいたい1週間ぐらい置いといてくださいきちんと病気にかかっていないものであれば腐ることはまずありませんそうすることでより干しいもにした時に甘さがアップするんですぜひ皆さんもやってみてくださいねはいこちらの 日の当たらないところで収穫をしたさつまいもと、はいよいしょはい、こちらの日のきちんと当たるところで栽培をしたさつまいもとでは、どちらも収穫に差がないということが分かりましたし、今回、きちんとした排水対策をした日の当たらないところで育てたさつまいもからも、すごくたくさん重量のあるものが取れるということが 分かりました。今まで日の当たらないところ森林などの日陰があったり建物があって日の当たらないところデッドスペースで今まで野菜を何も育ててもどうせ栽培ができないと諦めていらっしゃった方もこういった工夫次第ではさつまいもをきちんと植え付けをして排水対策さえすれば サツマイモも立派に成長できるということが分かりました皆さんも来年はこの日陰などで野菜を何も育てていないような空いている畑などありましたらぜひサツマイモ栽培チャレンジしてみてはいかがでしょうか皆さんにとって少しでも参考になるような野菜作りを目指していきたいと思います今日も最後までご視聴いただきありがとうございましたやった 大きいぞこれすごい